皆さんこんにちは。ジャパカナファミリーのママです。今日もね、ママ語りをやってみたいと思います。今日はね、国際結婚について、いいとこと悪いところをちょっとお話ししたいかなと思っております。まず今私は幸せかっつったらすごい幸せなので、だから国際結婚してよかったなって思うし、いや本当にお父さんとお母さんに、ありがとうと、娘をね海外に出してくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいです。で、国際結婚ってやっぱ憧れますよね。まあ憧れない人もいるだろうけど、私は結構憧れてたんですよ、小さい頃から。中学生ぐらいの時からもう、あ、一回なんかオーストラリアに行って、もうそっからですね、外国が好きになったのが、です。で、私が思う国際結婚のいいところ、悪いところを言っていきたいと思います。一つ目は、まずもう本当に海外に住めるっていうことが国際結婚のいいところ。その中、なんだろう。やっぱ海外に出たい人と日本にいたい人って人それぞれだから、けど、私はもうなんか外国にすごい行きたかった人なので、ダダに出会えたことで、それが叶ってるので、ありがたいですね。本当にカナダいいところで、アメリカに近いから、アメリカのような生活なんですけど、でもね、アメリカよりも絶対住みやすいですね、カナダは。保険とかも全部国でカバーしてるから、病院代とかも、もうほぼゼロ。薬はちょっと払うかな。でも、薬ほとんど出ないので、病院代とか出産代とかそういうのもゼロだし、もちろん学校も公立はゼロ、小学校でもゼロ、一切お金払わないし、それはアメリカも一緒かもしれないんですけど、やっぱヘルスケアですね。保険はでかいですね。アメリカは全部自分で払うんじゃないかな。保険がない人とかすごい多いって聞くし、そういう面ではね、カナダはしっかりしてますね。二つ目は、旦那さんが優しい。うちの、ただの特別じゃないかなって思うぐらい、家事もできるし、育児もしてくれるし、ほんと優しいんですよね。なんかね、完璧じゃないですよ。完璧な人っていないと思うから、でもかなり、旦那さんとして、パパとしてはもうありがたいですね。で、うちのただは、コロナとかで、リモートワークじゃない時ですね、は、夜は6時半ぐらいに帰ってくるんですよ。6時半はね、ちょっとね、カナダ人にしちゃ遅いんですよ。早い人とか3時半とか4時とかに帰ってきますからね。だからそうすると、子供のなんか習い事とか、お父さんが連れていくみたいな家庭が多いので、うちはそうじゃなくって、私がこう、習い事とか連れてったりしてて、まあ、ご飯も、夜ご飯も一緒に食べれないし、みたいな。まあね、その点ではもうちょっと早く帰ってきてほしいな、みたいなのはあるんですけど、まあまあ、そこら辺は。それぐらい我慢できて、やっぱ週末とかは手伝ってくれるし、本当は人によってだと思うけどね、全然カナダ人のお父さんでもやらない人もいるし、かといえばうちよりもっとやる人もいるし、なんかいろいろですね。なんかやっぱりね、結婚する前に一緒に住んで、この人は やる人なのかっていうのをちゃんと見た方がいいと思います。これからね、国際結婚考えてる人にはそれをおすすめします。はい、あと、国際結婚のいいところのは、結構これ私はすごい感じるんですけど、このなんか義理の両親とかのなんかややこしさっていうのかな、そういうのがないっていうのがすごいです。まあ、日本の方と結婚したことないので、日本の義理の両親とかの関係とかって私にはわからないですけど、ほらドラマとかよく見ると、姑の、この気を使うんだろうなみたいな、ああいうのとか多分あるじゃないですか。そういうのがあんまりないなっていうのはあります。まあ、なんかそういう家族間のややこしさっていうのは結構海外の方の方がドライかなっていう気はしてます。私が勝手にそう思ってるだけかもしれないけど。ほら、結婚して家族間のこの挨拶とかあるじゃないですか。新年の挨拶とかわかんないけど。うちの両親と旦那さんの両親ととか。そういうのが、やっぱ国際結婚だと、ほぼないじゃないですか。この混じり合わない。それが、
まあ、うちの親にもとっても楽だろうし、なんかね、旦那の親もそう思ってるかもしれないし、そんな話したことないんでわかんないですけど、うん、なんかそういうのがやっぱ同じ国よりもちょっとやっぱ言葉の壁とかがあるから、文化の違いとかあるから、あの少しライトかなっていう感じはします。はい、国際結婚の大変なところ、やっぱりね、文化の違いがあるから、えみたいな、そういうのもありますね。もう私は、出会ってもうすぐ20年になるので、もうなんか驚くこととかないですけど、最初のうちとかなんかまだ覚えてるんですけど、ちょっとなんか喧嘩して、最初の方に電話かなんかで、いや、なんか なんだか忘れたけど、まあ、ちょっとこう嫌なことがあって、私がなんかムッとして怒るみたいな感じだったんですよ。で、日本の人って結構ムッとしたらムッとして、この気持ちの中でムッとするみたいな人多くないですか。うちの母親とかそうだったんで、私もそうだったんですけど、なんかこう怒るとなんか怒っても話したくもないみたいな、その人と話さないからずっと怒ってる状態で、私はそういう風に、怒るタイプで、でも外国ってやっぱ違うんですよね。なんか外国人ってやっぱり思ったことを全部口にした方がいいから、こう怒ってることとかその気持ちを全部言うことで、ここがこう日本との違いで、で私は言いたくないから、もういい大丈夫っていう感じでこうシャットダウン してしまってて、で、じゃあ向こうはそうやって言うんだから、あ、じゃあ分かった、そうなんだね、もう大丈夫なんだなっていう感じで私に接してきてて、次の日かなんかに会った時に、で、でも私はまだイライラしてるから、怒ってるから、いや、昨日大丈夫って言ったよねって言ったのに、まだそんな態度なのって言ってブチ切られたことがあって、あの、ちゃんと言ってくんなきゃ分かんないって、おう、こういうことかみたいな、外国人と付き合ってこういうことかみたいな、そこで思ったりはしました。だけどそれでもやっぱり私はもう、なんだろう、怒ったらガーって言う方じゃないので、今でもなんかまだムスッとして言わない時とかありますけど、でもそれも彼も私はもうそういう人だっていうのを分かって突っ込んでこないですけどね。だからやっぱりなんだろう、どっちかの文化に合わせるとかじゃなくて、やっぱり国際結婚って本当に違う文化の人たちだから、うん、お互いの尊重し合って、で、それにできるだけ合わせることをしていかないとうまくいかないですよね。どっちかがもう貫けば、やっぱりそこで合わなかったら終わってしまうので、うん、そういうふうにやってきてますね。やっぱ国際結婚の一番大変なのって言葉ですよね。で、私は本当に英語好きとかじゃないので、今でもこんなもんか私の英語力とか思うんですけど、だからどうやってコミュニケーションしてんのかなっていうのが自分でも不思議に思うぐらい、もうね、20年ぐらいこれですから、あの今更っていう感じはありますけど、だから言葉、愛に言葉はいらないのかなっていうのは最近感じます。だって子供とかも、今までは私がずっと日本語で育ててたから、日本語をね、小さい時は上手でしたけど、小学校行ったらもう英語になっちゃうから、子供たちはもうほとんど英語になっちゃって、そうすると私が言いたいことが全部 100% 伝わってるわけじゃないし、なんかそういうふうに考えると、え、ママの言ってること全然分かってないだろうけど、それでもママのこと好きだよねっていうことは、愛に言葉はいらないんだなっていうのは最近気がついたこと、まあいっかとか思うんですけど、でもやっぱりちょっと私今から英語をマジで勉強しようかなとか思ったりもしてます。テレビはほとんど英語のを見てるので、一緒に見てて、コメディのとかスタンドアップコメディとか見てると、もうそういうジョークとかって難しいわけですよね、日本人にしたら。だから全然私は分からない、で向こうはすごい笑ってるとか、そういうなんか温度差は感じますよね。笑いのツボが合う人とかね、よく日本人同士とかだったらよく言いません？なんか笑いのツボが合うから好きとか、うん、そういうのがないなっていうか、そういうの感じますね。そういうのちょっと寂しいかなって思います。大変なところはやっぱり距離ですよね。日本との距離があるから、やっぱ日本の家族とかともそういうふうにしょっちゅう会えるわけじゃないし、
もっと近かったらよかったのになっていうのはあります。であと時差もあるので、あの電話する時間とかもちょっと合わせるの大変だったりとか、国際結婚の大変なとこってそんなとこかな。やっぱりなんかこう、まあ、文化の違いってあるし、ね、宗教の関係とかいろいろ作法とかがめっちゃ厳しいとかあるかもしれないので、本当その国の人によってだと思うんですけど、なんかこう自分が合わせられるものなのかですよね。で国際結婚したい人で、これからなんだろう、海外に住みたいからとりあえず結婚するとか、ハーフの子を産みたいから結婚する、なんかそういう生活憧れるからで、全然それでもいいと思うんですけど、憧れから始まるものだと思うので全然いいんですけど、でもね、あの優しい人だったのに結婚してみたら蓋を開けたらひどかったみたいな人とかも結構多いので、そういう話とかも聞いたりもするので、ね、なんか DV があったりとか、全然お金を家に入れないとかね、カナダ人イコール優しいとか、外国人はみんな男性は優しいとか、そんなこと一切ありませんから、もうあのそういうとりあえずビザのためとか、そんな絶対におすすめはできません。で一番大変なのって、子供を産んでもし離婚する場合ですよね。もし離婚した場合に、もし私が離婚したら、多分親権っていうのはすごい半分半分なんですよね、絶対に。で、離婚してるカナダ人夫婦とかよく友達とかでも多いので、見るとやっぱり週末はお父さんの家で、平日はお母さんの家とか、月水金とかね、そういうふうにちゃんと分けてたりとかいろいろなんですけど、あのっていうことは絶対私もカナダに残らなきゃいけないんですよね。でもし私が、いやカナダで仕事大変、探すの大変だし、もっと稼げるから日本に帰りたいって、親のサポートもあるしとかいうことになった時に、子供を私が引き取って一緒に日本に帰れるかって言ったら帰れないんですよ。これもし旦那さんがそれで OK って言ったら OK なんだけど、 OK っていう人ほとんど多分いないと思うので、でもこっちは絶対帰りたいとかなった時に、もういや帰っちゃえとかいうのも思うじゃないですか。そしたらそれ犯罪になっちゃうんですよね。誘拐になっちゃって、自分の子供なんでね、国から出したらもう誘拐になっちゃうので、なんか日本とカナダの国の条約、ハーグ条約だっけ、忘れちゃったけど、そういうのがあって、カナダがこの人をカナダに戻せ、私がねもし日本に逃げちゃったとしても戻せって言ったら、日本があの帰りなさいっていうあの契約があって、国際犯罪になっちゃうので、そういうのもちゃんと覚悟しとかないと、大変ですよね。後から大変になっちゃうっていうのがあるので、国籍化して子供産んでみたいなことを考える前に、ちゃんとそういうのも知っておくべきかなって思います。やっぱ国際結婚簡単じゃないし、全然簡単じゃないと思うし、日本人同士の結婚だって難しいのに、全然言葉も違うし文化も違う人と一緒にいるっていうのは簡単ではないですね。どこまでお互い尊重できるか、合わせていけるかっていうのは大事なことだと思います。すごい真面目な話してるけど、なんか誰かのお役に立てたらいいなとか思いましたけど、なんか質問あったらね、ぜひコメントください。はい、そんな感じで、国際結婚のいいところと悪いところを今日はお話しさせていただきました。あのこういう話ももっと聞きたいですっていう方がいらっしゃったら、もうちょっとお話ししていきたいかなと思います。はい、それではいつも見てくださってありがとうございます。